お笑いコンビ、プラスマイナスの岩橋義正氏が、X で、テレビ制作会社 B の社長、H 氏からのパワハラを告発しました。H 氏は、プレバと、ハマちゃんが、ゴブゴブ、ジャンクスポーツ、芸能人格付けチェックのプロデューサー兼演出を担当していて、ダウンタウン浜田の側近と言われています。プラスマイナス岩橋氏 X 投稿文。プレバとか、あの大パワハラ社長の会社の番組やな。パワハラ社長 B' の H、B' とは、主に浜田さんの探索番組を制作する会社。パワハラその1、芸人の料理をドッグフードと入れ替える。悶絶する芸人見て高笑い。パワハラその2、紙幣を薬紙にして2つに折り、そこに世界一辛い粉を乗せ、芸人の舌下、舌の裏に流し込み、悶絶する芸人を見て高笑い。パワハラその3、サザエの殻を噛ませる。それで私歯が欠けました。もちろん高笑い。パワハラその4、青唐辛子を生で食わせる。よだれを垂れ流し、汗だくで悶絶する芸人を見て高笑い。ハバネロの時もそう。パワハラその5、殴る。僕2回続けて殴られました。青タンできました。見てたユウさんが、今のはダメよ。なんかあったら証言するからねっていうくらい。理由は謎。無言で殴ってきました。悔しくて、もういいやと思い、H 本人に LINE しました。なんで殴られないといけないのですか？僕なんかしましたか？じゃあ帰ってきた返信は？訴えろや。その後、先輩に B' 系の浜田さん系の仕事がなくなるか、謝りに行くかを問われ、家族もいたので悔しいけど謝りに行くという選択をしました。謝りに行くと H の第一声は、お前俺じゃなかったら消されてたぞ。そして、そのパワハラやノリが嫌で浜田さんの軍団を抜けることにしました。それがもう5年くらい前ですか、そこから B' 系の仕事はほとんど来てません。いや消してるやん。これらのパワハラはほとんどカメラが回ってない時に行われます。何が面白いのかわからなかった。本当に嫌だった。虚しかった。浜田さんと一緒にいたいけど抜けたかった。それらが行われてる時浜田さんは笑ってるだけ？浜田さんが見てる前というのもあり断れない圧力があったのは事実です。僕らがゲスト漫才と審査員をさせてもらっている地元片野で行われている北川お笑いコンクール。主催の作家に事前にこの大会は吉本が主催してるから吉本以外の芸人は優勝させんといてなと言われげんなり。芸人を、そして芸人の人生をなめている。エントリーして遠いところやってきて。一筋の光のきっかけをつかみに来てる若手芸人をどう思ってんの？優勝できないことが確定してる中で優勝目指して頑張ってる芸人、なんや思てんの？地元もけなされた気分です。そんな大会、なくなってしまえばいい。ちなみにその作家は、長い間、M1 の審査員もしてました。今、家の玄関を誰かがガチャガチャしてる。怖い？昨日、玄関ガチャガチャの後、鍵してたのに人がドカドカ上がってきて、終わったと思ったら、マネージャー2人と金光と元嫁でした。心配で強行突破したらしい。てか、玄関のチェーンみたいなやつも外せるの。怖っ、皆さんご心配おかけしました。グループ長とチーフマネージャー同席のもと、副社長とお話しさせてもらい説得され、抗いましたが最終的には自分が納得し、ツイートを削除しました。時がすべてを溶かす。なかったことになる。虚しいよ。まだあるけどな。しかし今また、耐え時だ。約束したんだから。ネット上の反応。岩橋よく言った。偉い。俺なら林を殴り返してるだろうな。社長の林とかいうやつ、見るからにチンピラ顔やん。浜田の記者会見まだ。浜田も松本もまとめて消えてくれ。くら寿司 CM 契約解除おめでとうございます。ついに浜田も消えるな、やっとテレビが面白くなりそう。ダウンタウン終了？隠蔽とかマジで吉本クソだわ。ジャニーズ松本と宝塚浜田。この対応見てたら宮迫や亮がかわいそうに思えてくる。吉本の元社長も林だったよな確か。吉本興業って指定暴力団に認定しろよ本当に。また吉本得意の事実無根で逃げるのかな。林ということは本名はパクだろうな。ガクとやっぱりやらせだったね。M1 審査員って何？芸人審査員は座ってるだけで、本当の審査員が裏にいるということ。浜田軍団は暴力容認、松本軍団は女上納。
本職よりやべえじゃん。パワハラじゃなくて傷害事件。浜田は松本よりひどいよ。日生学園ってそういうところやねん。当時だと戸塚ヨットスクールか日生学園かって感じ。知り合いの日生学園出身のやつも浜田みたいな感じなんだよな。一回浜田をいじめてみて、泣くまでいじめてやりて。松本の子分何も言えない。浜田の子分投稿を消した。チンピラがテレビ仕切ってるってのはバレたよね。吉本に血税ぶっ込む政府も頭いかれてるわ。マジで万博中止しろってクソが。吉本とか大阪だけでやってろ。東京に進出してくんなボケが。吉本って本当にバカやな。ツイート消しても世間からは消えないんだよ。吉本はジャニと同じで名前だけ変えて何事もなかったかのように続けそう。大阪は在日と犯罪が日本一。なんか、今になって思うのは中田敦彦は正しかったな。出川のマリエ問題も再燃しそうやな。これ遠回しに浜田も攻撃してるよな。というか本命はそっちなんじゃないのか。また吉本の底辺芸人どもが浜田擁護するんだろうな。 www 浜田が消えても擁護する信者いなさそう。もともと松本のおまけ程度のやつだし、今の時代警察行くより SNS で発信して死刑にするのが相手に一番ダメージ与えられるな。三浦マイルド、岩橋で終わりなわけがない。次の内部告発者あるぞ。長渕も吉本じゃなかったっけ。バカ多すぎ。これって松本事件からの話題そらしのネタだよ。全部やらせ。